はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。はい、引き続きどなたですか？おだんごめちゃくちゃ貯めてきたな。プリットチャンネルです。はい、いやいや、そんなおざなりにやんないこと。プリットチャンネルからまた引き続き、ね、はい、お願いします。おだんごです。今回ちょっともう一回企画を次やりたいんですけど、企画の前に一旦、うん、ごめんなさい、はい、一度いいですか？はい、今回カメラマンが関係にくくんです。いや、具志堅ですよ。具志堅か、持ってないし迷ったんだよ。何を迷うんですか？3級か2級そっちかい。そう、具志堅の選択肢ないじゃないですか。なんだそれは。いいですね。込まなきゃいけない。いいチャンネルです。残念なことそう、どんなにコメントが来ようと思うこれは続けるっていう。これは絶対いい、はい、そうですね、はい、途中でやらなくなる方がいいと思います。そんなこと言わない、絶対やりますじゃん。ということで今回何するんですか？まあゲストで来ていただいてますから、うん、はい、はい、ちょっと改めてゲストのドミンゴさんですね。ドミンゴドミンゴドミンゴ、いや、お団子さんですか？ちょっとやめてください。全然自分で訂正しないです。乗っちゃって乗っちゃって困るんですよ、ね、お団子を、はい、ボケしたドミンゴっていうのが分かんなかった、はい、また似てるドミンゴさんっていう人がいるのかと思って。なるほど、八丸さんの類のドミンゴさんっていうのがいるのかと思って。あと想像でドミンゴやんないでください。元中日の助っ人ですから。そうなの、はい、分かんないです、全然分かんなかったです。はい、ということで今回もまたランバージャックでやりたい企画があって、はい、その企画がですね、1万円以内でどっちが大きいクワ株買ってこれるか。1万円。普通のさ、はい、スーパーとかコンビニで1万円ってなると、はい、すごい買えるけど、そうですよ、こういうとこだと1万円って意外とね、なかなか買えないですよ、うん、単価が高いからね、はい、なんで、まあ、1万円以内でやっぱ金額を上げれば、うん、まあ、それなりの大きいやつ買えるんですけど、1万円以内だったらなんかいい勝負になるんじゃないかっていうので、今回1万円で設定させてもらって、はい、お団子さん VS、うん、僕じゃなくて、あれ、具志堅。あ、僕ですか、はい、あ、僕が選ぶんだ。そう、え、詳しいの？いや、全然。なんで、そう、同じ条件の方がいいかなっていう。そういうことね。はい、なるほど。三森さんがやったら勝っちゃいます。そう、そうか、そうか。だから僕がカメラマンとしてやって、うん、10分間の制限時間を設けて。わ、はい、10分、10分以内で1万円10分、ね、以下のもので大きいものを買ってくるっていう、うんうん、感じでやっていきたいんですけど、先に、まあ、お団子さん、うん、まあ、買ってきてもらって、はい、その後、具志堅はい、買ってもらうっていう感じで、オッケーオッケー、で最後、まあ、結果発表っていう感じにしますんで、これ負けた方罰ゲームとかにします？あ、そうですね、まあ、じゃあ餌食べるでいいんじゃないですか。いやいやいや、罰強すぎないですか？あの、カップに入ってたコオロギみたいな、あのゴキブリかわかんないですけど、あれをじゃあ、いやいやいや、ちょっと強すぎます。食い方すごいな。最後まで食べたい人じゃないですか、もしかして負けない自信があるってだけ。あ、なるほど、じゃあ、負けたら自腹にしましょうか。あ、いいんじゃない、はい、2万だよ、マックス。そう、マックス2万。自腹、昆虫に2万、もう時計とか買いたいですよ。本音出てるやん。2万あるんだって、うん、一応自腹っていうことで、はい、ただまあ一応僕のその飼育したいやつだったら僕が払います。おお、トータルでそこも含めて大きいやつを探してみてください。そうね、はい、じゃあということで、じゃあ先にお団子さんからやっていきましょう。はい、はい、じゃあカメラマン変わりました。はい、変わりましたね。はい、お願いします。裏方感すごい。おしゃれだと思って来たんですけど。じゃあここから、じゃあ意気込みありますか？負けるわけにはいかないですからね。いや、本当に自腹かかってるんで、うん、まあでも言っても僕3回目なんで、一応ちょっとじゃあ確かにランバージャックとかね、中もいろいろ見たり、うん、撮影でもちょいちょい知識は入ってる。おお、確かに。まあまあ1万円っていうのがちょっとね、なんとなく全部高いイメージがあるんですけど、そうね、まあ、1万円以内でとにかくでかいもの買いたいと思う。自信はあると。あります。 お団子さんはどうですか？僕は、まあ、とにかく10分っていうね、縛りがあるんで。そうですね、いかに早歩き確かに、ちょっと混んでる店内を、そう、脇目も振らず、はい、モモンガとか、うん、あれ可愛いんで僕見ちゃうんで、はい、あれだけ我慢して、はい、とにかく。なるほど。サブクワに一直線、はい、で、もう目つぶってこれって。あ、もうぐらいの感じぐらい、もう、へー、もうある程度大きさはもう上位に行けば一緒なんで。あ、なるほどね。もうその中だったらもう、はいはいはい、自分の第6巻。はいはい、じゃあやりましょうか。オッケー、じゃあもうここからスタートしたらもう店内入っていってください。オッケー、俺ね。はい、よし、じゃあ行きます。うん、スタート。しゃ、はい、じゃあ具志堅待っててね。はい、早い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 よ早いよ。
モモンガ行くの早いですだってめちゃめちゃでかいのあるけど、はい、これ3万するもん。そうですね、それないですよ。1万でってなったらもっと1万やっぱそれなりに値段するよな。結構値段するんで、こう数字を見たらいいもん、うん、そうですね、ここに書いてあるのが大事ですね。書いてないやつとかも、例えば上の方を見たら意外と書いてある、何ミリって書いてたりします。ざっくりですけど。あれ？これ？1480円。安くない？安いですね。でかいよ、すごい。でも70ワットって書いてるんで、70ミリ以上？はい、80ミリ以下とか。90？ これちょっと今第一候補です。第一候補、うん、じゃあ兜の方がいいか。カブトムシそんなに安いのっていうのが今いるかっていう。確かにそうだ、やっぱサイズがほら。あ、でもアトラスとかいいとこついてると思う。さっきの俺90だったよね。はい、これじゃない。でっか、 すごいんじゃない。ちょっとすごいんだけど、すごい怖いこれにしようかな。これはでも先行だからこそだよね。売り切れちゃうもん。これとモモンガで、じゃあ買えるわけないでしょいいですか、じゃあお会計。絶対あいつに買わせる。メスを持ちます。お得。そう、メスも。これで飼育して子供生まれることもできるんだ。そうです、そうです。めっちゃいいじゃん。ここから選べるんだ、はい、だそこの奥さんにしようかな。いや違う違う奥さんのことメスって言わないです違いますから。イメージ悪すぎる、はい、すいません嘘、全部嘘だから。余裕出すぎておかしくなってるんでメスもでかい。すごい、これいいじゃないですか。めっちゃでかいですよこれで、ね、大丈夫ですか。これします。はい、これは自信ありますか。もうこれ以上ないです。多分これ以上ない。もうすいません、初挑戦ですけど勝ちです。勝ち、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ムーンウォークで行っても間に合うわ。いやいやいや、すごい、ちょうど10分です。ちょうど10分でした。はい、オッケー。はい、戻りました。買っちゃったよ。そしてね、すごいいい買い物。ああ1万円ギリギリなんてね、そんなんじゃないよ。余裕を残してた。あと最後時間にも余裕があったからムーンウォークして出た余裕あるな正直もうこれさえあれば素人の人もブリーダーになれるぐらい。え、言っちゃった言っちゃった言っちゃったヒント言っちゃった一番でかいしだし、いい買い物しました。いや完璧だったかもしれない、うん、まあ、ちょっとまあ一試験も、まあ、経験を生かしたいですよ。今まで来たね。すごい自信ある。カブとかクワガタっていうジャンルは決まってない。ああなるほど、うん、そういうことか。カエルもいいし、イグアナもいい。あやー1万円だった。ちょっと待って、勝手にルール変えないでください。クワカブです。え、クワカブでしたっけ。はい、じゃあスタートします。よーい、スタート。はい、頑張れ。え、でももうこれでもうん、これが1万円以内だし。そう、2500円でこれでかいと思うけどな。これが70アップ、ね、なんであんなにお団子さんは余裕だったんですか、うん、でも相当自信あったらしい。すごい気になるところが。何をしたんだろう。一気にでかいの見つけたみたいな感じだったかな。一気に、いやもう一匹で仕留めます。一匹でね、まあ一匹で仕留めるやつ、これは多数とかないから。そういうルール。そう、具志堅新たなルール開発するからだ。残り7分。いるじゃないですか。え、あ、1万円以内だし。お、90アップ。え、いるじゃん。結構ちゃんと見ればいるかもね。見てないでしょ、団子さん。これも1万円。うん、え、1人1万円ですよね。そう。で95アップ。100はいってないみたいな。こういうケースは分かんないですけど。ケースとかに目つけた方が。そう、確かにそれはいい。観点かもね。ここら辺は逆になんか小さくて値段が高い、うん、あ希少な種類なのかもしれない。なるほど、じゃあ行きましょう。決めました。決めた。ここの棚に絞ってるんだ今。そうです。え、あ、100います。そういうことですか。100アップ。そう、100超えてるって。あ、100もいる。もう1分ぐらいですか。残り1分。これでいきます。これのお会計をお願いします。いや、勝ちましたね。でかい、メスもでかい。選べるとかあるんだ。かけてもらっても大丈夫。ちなみにもう9分47で。あ、じゃあもうこれ。これも大丈夫ですか。でもいいよ、これ。あ、じゃあメスが小さいのがいいと思う。なんか、まあ、なんとなくありがとうございます。これで勝負します。なんで余裕だったんだ。あ、いたいた。こんなところにいました。はい、決まりました。なんでお団子さんはあそこまで余裕だったんですか。どうだろうね。ムーンウォークする余裕なかったし。
ういうことね。いや、苦戦したようだね。全体的になんでこんな余裕なんすか。あと、視聴者さんから、はい、撮影頑張ってくださいっていただきました。うわ、ありがとうございます。八丸さん、いやいや、俺の俺のですよ。赤子のように抱えないでください。そうそう。ありがとうございます、はい、うわ、すいません、ありがとうございます。あったかい、最高だね、こういう。ありがたいですね、ほのぼのするこのバチバチのバトルの中。一緒に入れていいんだっけ。いや、ダメですよ。じゃあ、足そうとしてる、本当に。やっぱえ、これ2匹飼ってるでしょ。いやいや、違う、そう、ずっと2匹飼ってるってことなんです。なんであんなに余裕だったんだっていうのをずっと話してたんで。ね、ちょっと結果をちょっと、じゃあ上でちょっと結果確認してみましょう、うん、はい。じゃあ、今から結果発表していきましょうか、うん、はい。もうわかるけどね、この感じ。これでわかる。なんか箱がちっちゃいもん。一緒じゃねえか。まるまる一緒ですよ。なんか背もちっちゃいし、俺背は関係ねえだろ、今。いや、ここで大きさで戦うかな。背より体積で戦ってくださいよ。絶対勝てるやつあるじゃないですか。いやいや、いいよ、ミキドーさん。ミキドーさん。ミキドーさんは歌手だ。まあでも、二人とも自信はある感じですから、ね、めちゃめちゃある。あ、じゃあ、ヨシケンから出そうか。僕からいきますか、うん、オスとメスがいて、うん、オス出しますよ。そう、ね、オスとメスいる。いますよ。じゃあ、そこも一緒なのか。考察してくるな。ジャワコーカサスの100ミリアップ、オスメスペアで値段が3980円です。これを買いました。これさ、100、はい、実際に測ったりはしない。ここで実際に測りたいですね。だからこれに、そうね、100何ミリかっていうのも結構大事になる、ね、可能性もあるからね。なんか、うわ、知ってる、知ってる、それ見たことある。じゃあこちら、ちょっと簡易的なノギスがあるんで。うわ、すごい綺麗、めちゃめちゃ綺麗。あ、具志堅、初めてか、触るの。意外と触るの初めてでした。めちゃめちゃ綺麗じゃん。ツヤがありますね。こういうのって飛んでっちゃったりしないの。飛ぶ可能性もあるんですけど、まあ大丈夫です。ちょっと、じゃあ測るよ。いくよ。わかります、測り方。いや、これ使えないよ。ちょっと、なんなんだよ、これ。1寸、2寸、いやいや、3寸。こんな細かい数字刻まれてるやつ使わない人じゃない。そういうことなんだ。釣り人が釣った時の測り方じゃないですか。とりあえずの。あ、そうなんですか。だって、100は確定ってことね。はい、100ミリ、あ、そうですね。あ、どうなんだろう。すげえすげえ、あ、そうやってやんだ。本当は手で持ってとかの方がいいんですけど。綺麗だね。背中そうですね。すごい綺麗。すごい綺麗。もう大きさと値段に気取られすぎてちゃんと見てなかったです。いや、これで勝ってると思うけどな。オッケーです。オッケーでした。102ミリ。おお。すごい。100超えました。102ミリ。100アップでしたね、やっぱり。これの通りでした。正確ですね。やっぱ100以上はあるっていうのは。これはどうです、具志堅。102しかも。いや、ほんとね、100最後の1ケースだったと思います。100ミリアップって書いてあったの。おお。あと全部90、最後の最後に90置いて100取ったんで、ギリギリでね。そうです。しかも値段も5000円。すごいリーズナブル。はい、じゃあ具志堅は結果コーカサスオオカブトの102ミリ。メスもいます、はい、メスとセットで、はい、お得だね。メスはなんか自分で選べました。そう、自分で選べた。欲しいぐらいで選べるっていうよな。はい、よし、じゃあお団子さん、なんでも選択する側になりたいよね。まあそうだよね。お団子さん早く出してください。選ばれる側じゃなくてさ、自分で常に選ぶ側がいいんだよね。そうっすね。ちょちょ、雑談しないで、お団子さん早く出してください。彼女作るってさ。いや、ちょ、何人いるんですか。これ結果発表なんで、テンポよく行った方がいいでしょ。お団子さん、じゃあここから後編、はい。いや、なわけないじゃん。尺どうなってんすか。後編の尺。じゃあ、いきますよ。はい、僕もセットでした。おはい、つがいするかです。はい、ズドン。はい、いや、一緒じゃねえか。ジャワコーカサスの105あった。いや、もう負けじゃん。わかんない、一緒だもん。やっぱそうだな。マックスの調子いい時に測ったから、もしかしたら今ちょっと縮んでるかもしれない。そうですね。だから、ちょっと測ってみますか、うん、縮むってことないでしょ、105から。うわ、でかいな。いやいや、臭いはあんま言わないで。ごめんなさい。まあまあまあ、ゼリーとかこぼれちゃってるからね。おもちゃみたい、この綺麗さ。いや、そうなんですよ、この光沢とか、ね、全然黒くない。ちょ、お団子さん、ちょ、勝利の余裕から観察しないでください。いや、もう頼むよ。仮ミスって言ったら、お店に悪いです。
ジャックですって言ってんの。ちょっとね、信用できない。ちょっと待ってよ。そんな言われても俺も正確に測ってるから。頼むよ。え？ちょっと？ミモリ？ちょっと待って待って。ミモリ？ちょっと待って。真実を伝えるよ。ちょっと待って待って、むずいな。急に移動したけど。なんか急に暗めなとこ来たけど。はい、元からここでしたよ。壁が迫ってきてるよ、サイドがもうインディーみたいになってきてる。僕らもノギスで測られてる。これ測られてる、はい、そう。ちょっとお客さん来ちゃった。いや急に、いや、うわ、厄介な人にカメラ持たしちゃった。はい、でも結果出ましたんで。お、絶対あいつに買わせる。いや、勝ちましたね。106ミリ、よし、お団子さんの勝利。よし、105より1個アップして106。パッキ勝利の証明。ちょっとムカつきますね。申し訳ないですけど、今日会ったばかり言うのもだいぶ失礼ですけど。いや、でもすごかったんですよ。だからそれで僕も105がもう1個残ってたら、うん、もっといい勝負なるなと思いながら見てたんですけど、残念ながら100しかなくて、だからそれ以降ね、その高価差相関等にしましたってなって会計するまでのこの時間が1分ちょっと、全く同じ下りでした。メスいるんですねとか。じゃあ選んでいいですよって言った時に、じゃあそこの奥さんお願いします。そう、それだけ違いました。それ挟み込めなかったですね。奥さんをメスと言うな。そう、それだけ言ってくれと思いながら。でも言わなかった。じゃあちっちゃいメスにしますって。メスは小さい方がいいんじゃないかな。小さいメスにします。いや、その俺が冗談言った時、店員さん全然笑ってない。まあ結果的にお団子さんが勝利ということなんで、牛券がまあ自腹で購入と言いたいとこなんですけど、まあ僕ブリードしたいやつなんで、もう全部ね、つがいだもんね。はい、なんで僕がまあだから両方オス単品とかだったらもしかしたら自腹だったんですけど、もう僕がそのまま払わしてもらいます。はい、よかった、命拾いしたじゃん。ね、もっとグッと頭下げたらほら。いやいや、やめてやめてやめて、万引きしたんか。ね、警察呼ばれたくないね。違う、怖いお父さん呼ぶよ。万引きしてないでしょ。あなたのお父さん市議会員でしょ。違う、これあんま載せらんないですから。こんな嫌だよ、事務所の後輩が土下座してる場所を映像にするの。いやでもまあ、申し訳ない。そう、全然フォーカサス今年から始めて、もっと欲しいなと思ってたんで、大事にブリードさせてもらいます。わー、ありがたい。ということで、まあ、結果的にお団子さんの勝利、圧勝みたいなもんですから、はい、いやまあでもこれめっちゃいい戦いだったんで、ちょっと今後もやっていきたいんで、 お団子さんまたこの対決来てください。やりましょう、はい、で、具志堅もまた次お願いします。次勝ちたいですね、うん、じゃあ週1でやりましょうか。いや、そんなスパン短くしないでしょ。やばい、義務、週1で義務か、義務になった途端やんなるよね。そうですね、義務をつけたい側に回りたい。なるほど、義務を設ける側に。いやいや、そうね、義務システムを作る側に行きたいね。ギマーになりたいね。ギマー、義務、義務をする人。ギマー、義務なんで、ギマー、勝手に名称つけんな。義務、ギマー、ギメス。いや、いいよ。はい、まあそんな感じで、とりあえず結構楽しかったんで、またまあ各々別の対決とかもしていきたいんで、手料理対決しましょう。手料理対決はちょっと趣旨違うんで、僕のサブちゃんの方でお願いします。ミモリの覗き穴の方で、はい、ということでこの動画良かったと思った方は高評価、チャンネル登録、そしてプリットチャンネルの方も概要欄載せておきますんで、ぜひ登録してください。もうあともうちょっと100万人なんで、100万人にしてあげてください。ということで本日の動画以上です。ご視聴ありがとうございました。負けたからお前の首をガチガチ。うるせえなお前。